はい。青木真也ものまねチャンネルです。いやー、ヒロヤ選手がまさかまさかの荒井城選手に KO 勝利。素晴らしい試合でした。早速試合内容の方を見ていきましょう。1ラウンド、何度もしつこくテイクダウンを試みるヒロヤ選手ですが、荒井城選手がそれをすべて素早い反応でカット。さらには場内に本当に響き渡っていたボディーブローが何発も炸裂し、 あこのまま、広谷選手が押されて負けてしまうのかなと思った中で、2ラウンド、広谷選手の右のハイキックが効いたところで、右のストレートで、最後は KO 勝利。いや、驚きましたね。広谷選手にとって素晴らしい結果になった反面、荒井城選手とシュート関係者にとっては非常にショッキングな結果になってしまいました。9連敗から11連勝で、 史上初の同時シュート2階級王者という新しいスター候補をこういった形で正直ディープでもタイトルに絡んでいない負け越しが先行している選手に敗れてしまったということは非常にショッキングだとは思います。ただ現地観戦していて荒井城選手本当に強いなと思ったので次の試合を楽しみにしたいなと思います以上です